くん。おめでとうございます。はい、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日は佐々木朗希です。昨年はたくさん動画を見ていただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃありがとうございます。はい、ありがたいことにチャンネル登録者数が1000名様を超えました。これもひとえに皆さんのたくさんの応援のおかげです。親子体操チャンネルを始めて早2年が経ちました。この YouTube を始めたきっかけが子どもたちの成長の記録になることと、コロナ禍になっておうち時間が増えてしまったことから子どもたちの運動不足が問題視になり、おうちでできる楽しい運動遊びや運動遊びの内容をたくさんの方に知ってほしいということからスタートしました。 YouTube を始めてから2年間娘たちの成長が著しくて、体も心もおかげさまですごく大きく成長しています。自分はたくさんの子供たちに携わるお仕事をさせてもらってるんですけど、子供たちの成長っていうのは本当にあっという間で、その一瞬一瞬その時その時が本当に大切だと思います。で、あの時やっておけばよかったっていうことが多々あります。この親子体操の運動遊びの内容も子どもの体が小さい時にしかできないこともたくさんあります。で、あの時やっておけばよかったとかいう風にならないように、今の時間を大切に、それが未来につながる大きな力になるように、今を大事に生きるとして、親子でできる運動遊びを通して楽しい時間を作ってほしいと思っています。人は過去、現在、未来、この一直線の中で生きています。過去に戻ることはできません。現在の今もどん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 その日その日時間が過ぎていってしまいます。私たち大人も子供もそうですけど、後悔がないように今を一生懸命に楽しく生きて、その経験が未来に大きくつながる力に、今を大事に生きてほしいと思います。子供たちの成長の中で何かを目標にするということはすごく大事なことだと思います。でも、その子供がまだ小さい時はなかなか一人じゃ目標を持てなかったり、目標って言ってもピンと来なかったりすると思います。そこで大人が意図的にある程度目標を立てて導いてあげることも多々あると思います。過去の自分はどうだったのか、そして今の自分はどうなのか、さらに未来の自分はどうなりたいのか、このことを大人も子供もしっかり考えて日々行動できたり、いろんなことを子供たちに教えてあげられるように、大人側も頑張らないといけないかなと思います。人の人格や性格はその人が子供の時にどういう大人の人と関わったかというのはすごく大きいです。このチャンネルでも少しでも視聴者の方にお役に立てるような動画を配信していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。視聴者の方に愛される動画を頑張りたいと思います。よろしくお願いします。